こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は eBay のリミットアップについてですね、お話します。これ、ちょっと前の情報というかですね、未だに、そうやってる方いるかもしれないですけど、eBay っていうのは、電話をしてリミットアップするという、めんどくさい作業をするのが必須というかね、稼ぐにはやるべきことだという、風潮というか、そういうのが、1年ぐらい前まではありました。ところが今やですね、リミットアップするような出品の仕方をしていれば、リミットは勝手に増えてきます。どうしてもね、クリスマスシーズンにたくさん売りたいと言って、リミット足んないよという場合は、電話をするというのもありかもしれませんけど、今やそんな面倒なことをせずにですね、eBay がリミットアップしたくなるような出品の仕方をしていれば、特に問題なく、リミットアップしてきます。私の例で言うとですね、今、8800ドルかな、のリミットです。ただね、トータルで大して売ってません。おそらく2000ドル売ったかどうかですよね。で、一度も電話も何もしてません。リクエストすらしてないです。ただそれでも、勝手に上がってってます。で、日本の場合もですね、メールで上がって、あと、ちょっと勝手に上がったという方がさらに上げたいという相談を今日いただいたんで、この記事を作ってます。結論から言うとですね、この方今リミットアップの申請をしてもおそらく上がらないです。ね、気持ち、ね、電話くれたからっていうので気持ち10%ぐらい上がるかもしれませんけど、10%、20%ね、電話して、英語ペラペラでね、電話できるならいいんですけど、そうでない場合は面倒な電話をして、四苦八苦してやり取りして、あるいはね、もしかしたら、電話をする意味合いっていうのは、この人英語が理解できてると。ってことは、コミュニケーションも取れるし、こっちの方から連絡すればそれが理解できると。あるいはトラブルにならないようにコミュニケーションが図れるってことで、もしかしたら電話だとリミットアップしやすいのかなってところがあります。それを考えるとね、英語ができない電話をするっていうのはむしろ逆効果になりかねないんで、リミットアップの方は基本ほったらかしで勝手に上がっていくようにするというのをお勧めします。で、リミットアップのね、これ、リクエストする場合の、基準というか事前の、準備なんですけど、基本的に問題のない取引をたくさんしてればリミットは上がってきます。勝手に上がっていくのがね、待ちきれなくてたくさん出品したいという場合には、電話をするのもあれですけど、基本的には、リミットを上がっていくように、ね、取引をしていくと。リミット上がっていくように取引していくってのはどういうことかというと、今のリミットじゃこの人足りないねというふうに eBay に理解させればいいわけですね。で、今回ご相談いただいた方は、リミットの方は、4000、5000、あ、5000ドルあると。5000ドルあるんですけど、2月の売上がね、500ドルないと。この状態だとね、逆に500ドルしか売ってないんで、リミット十分でしょうという判断になります。ですんで、この表示が出てるんですけどね、3月20日に見直しますってなってますけど、おそらく上がらない可能性が高いかなという気がします。これね、毎月見直して勝手に上がってきますんでね、上がっていくような取引をしてれば上がっていくと。逆に言うと、上がっていく取引、上がらないってことは上がっていくような取引をしてないってことです。で、基本的に数たくさん売ると。で、リミットの金額目指して取引していくというのが重要なことになります。で、高いものをね、売るのもいいんですけど、初めのうちはね、割と安めのものを売って、で、高いものはね、例えば、2000円のものを買ってもらってね、がっちり梱包して EMS で素早く送ると言った場合には、この出品者いいねと、ね、こんないい梱包で、すぐ届いたよ。じゃあ次に、この出品者が出してるこの5000円の商品もいいかな。2万円の商品でも安心して買えるかなっていうふうになっていくわけですね。だから、eBay の場合はね、Amazon と違って、その出品者が誰かっていうのは結構ね、買うときに気にする方多いんで、まず安い商品でね、満足度を与えるというとこからやっていくといいんで、そう考えればおのずと、eBay でやるべきことは、まず、リミット数目いっぱいに近くなるように数いっぱい出品するというとこから始めるといいです。
もちろんね、金額のリミットも重要なんで、金額も回してね、少なくとも、まあ、5000ドルリミットあったら、まあ、1000ドル以上はね、やっぱ取引しておきたいですね、1ヶ月に。それと、これで一部ね、一部というか、まあ、下の方のこのリンクが引いてある文章とかは、eBay Japan の、抜粋です。で、これ読んでって、書いてあることを、まあ、当たり前のことを書いてあります。これに書いてないことでね、注意点としては、まあ、一部書いたんですけどね、出品者が安心な人かどうか確認と書いてあるんですけど、日本語でね、PayPal 登録すると、名前を変換した時の間違いで、名前が別の人になっちゃってる可能性があります。だから、eBay 始めた方はですね、PayPal の名前を、日本語じゃなくて、英語表示に変えちゃった方がいいです。逆に、これから eBay 始める人はね、PayPal 作るの初めから英語にしておいた方がいいです。特に日本語でやっとくメリットってあんまないんで、日本語でやるとね、英語に変換された時、誤変換、ね、間違えた変換されちゃうことが、ありえますんで、大いにありえますんで、英語で登録しておくと。そうすると、PayPal と eBay の名前が一致してるんで、その部分の問題がなくなると。これね、名前が違った場合、なかなか、上がっていかないなと、リミットが上がっていかないなって言った時には、これをね、説明するのは大変なんで、名前を一致させておく必要があります。まあ、そこだけちょっと注意点。まあ、何言ってたか分かんない方はですね、また個別にご質問してください。というわけで、まあ、リミットアップ。昔と違って電話をする必要はなしと、ね、ちょっとやるんでもメールのリクエストで十分です。で、メールのリクエストでも上がるように、出品数をできるだけ多くすると。それから金額の方もですね、リミットまで金額出して、最低でもね、リミット額の20%、30%は取引しておくというのをお勧めします。また、確認したいこと、わからない点ありましたら、ご質問ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。